こんにちは。PTA 鳥チャンネルの時間になりました。今日はエアラインニュースをやっていきますが、はい、これは今実は収録は今3月上旬に行われているんですけど、はい、これおそらく多分3月の後ろの方の可能性が高いので、はい、あれなんですけど、実は僕はWBC 野球のワールドベースボールクラシックの、準決勝決勝のチケットを持ってまして、すごいね、でアメリカのマイアミで行われるということなんですが、はい、大谷選手もきっと出ていることと思いますが、何よりも日本が準々決勝を勝ち抜かないことには、はい、WBC のこの侍ジャパンがアメリカに行くことができないということがありますが、ね、はい、これが流れている時はもうすでに結果は出ていますので、はいはい、どうなったかっていうのはありますけど、ちゃんと僕が観戦できていることを、願うというところで、はい、またその振り返りはやりたいと思いますし、それと今回ANA の新しいビジネスクラスのザルームというのを、はい、何回か載ってるんですけど、まだ載って、ちょっとそのレポートもこの YouTube で、はい、流したいと思ってますし、あとアメリカの国内線の様子とかも、そういったのも流す予定ですので、はい、こうご期待ということでよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ今週のエアラインニュース、佐久間さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それでは今週のエアラインニュースです。ルフトハンザ新ファーストスイートプラスを公開。ルフトハンザドイツ航空は新ファーストクラス、ファーストクラススイートプラスを発表しました。2024年に受領するエアバス A350 型機に設置する長距離路線向け新プロダクト、ルフトハンザアレグリスの一部として導入します。ルフトハンザアレグリスでは全クラスに新シートを導入し、ファーストクラススイートプラスは幅約1メートルで利用者の好みに合わせた温冷機能を搭載し、壁やドアは天井まであり、完全な個室になります。またビジネスクラスもドア付きの個室となり、天井まである壁とスライドドアで快適性とプライバシーを向上させ、最大27インチのモニターを設け、センターコンソールを格納することで2人掛けのダブルシートにすることもできます。座席は全長2メートル超えのエクストラロングベッドになるほか、 4K スクリーン、ワイヤレス充電、 Bluetooth 接続にも対応します。このニュースですけど、久しぶりにテンションがもうマックスぐらい、はい、ちょっとワクワクするような座席を出してきたということなんですけど、はい、ルフトハンザドイツ航空、ドイツのフランクフルト、それからミュンヘンを拠点にしている航空会社なんですけど、はい、中東系の航空会社でもものすごい200万円250万円の、スイートルームみたいな形のが、エティハド航空というところであったりとか、はい、そういうレジデンスみたいなのもあるんですけど、今回ルフトハンザドイツ航空ということで、エアバスの A350 という、日本航空も導入しているものですけど、はい、この2024年に受領するものにこの新しいファーストクラスとビジネスクラスが入りますということで、今まであんまりビジネスクラスを評価は高いものではなかったんですけど、はい、これで一気にちょっと形勢逆転ぐらいの感じなんですが、すごいですよね。でまずね、これファーストクラスの方なんですが、はい、これもう横幅が1メートルですかね。すごい。で写真見ると完全に2人完全に横になることができるぐらいのところで、はい、で扉は今ビジネスクラスでも縛るものがありますが、今回はもうこれ上のところ、飛行機の天井からそのままもうドアになっているので、はい、今ビジネスクラスっていうのは大体扉が付きでも身長よりちょっと低いぐらいの高さまでしか閉まらないっていうのが多いんですが、はい、今回のファーストはこれ壁やドアが天井までありますというものなんですが、いやーもうこれはワクワクするということもあるし、でビジネスクラスも、なんかちょっとシンガポール航空のビジネスクラスをさらに横幅広くしたかなっていう感じで、それにさらに扉がつくっていうところなんですけど、モニターも27インチなんですが、やっぱりこれシンガポール航空のファーストクラスであったんですけど、はい、スイートクラスかな確か。で、いわゆるその真ん中の席をちょっと移動させると2人横になれるっていうか、なんかそういったようなとっていうのもあるみたいなので、はい、そういったところも含めてちょっとまた進化が
止まらないのかなというところで、はい、これぜひ日本路線に来たらすごいことになるなと思いますし、はい、あと興味としては、まあ、ルフトハンザというのはあの ANA と同じスターアライアンスとか入っているので、うん、その ANA とかユナイテッド航空のマイルでこれに乗せてくれるのかくれないのか、あ、だからたくさんマイルを貯めてる、はい、もう何十万マイルとか持っている人がこれにマイルで乗れちゃうのかどうかっていうのも、あ、まあ、あのすごい注目かなと。気になりますね。すみません、今日は熱くなりながらこれ、はい、でもこれはちょっと久しぶりにテンション上がるし、はい、あとこれからの今年はの日本航空 JAL がエアバスの A350 ダッシュ1000という国際線の、はい、まあ、新しい飛行機とプロダクトっていうのがどこかで発表されると思うので、うん、これに近いのであったらいいなというちょっと気持ちもありますが、はい、ちょっとそれはまた改めて期待したいなというふうに思います。はい、楽しみですね。それでは次です。スターフライヤー、3月から機内サービス刷新、機内誌、機内番組、機内販売システムをリニューアル。スターフライヤーはジャパネットホールディングスとの資本業務提携に伴う取り組みの一環として、機内サービスを3月1日からリニューアルします。刷新するのは機内誌、機内番組、機内販売システムです。新たな機内誌は片面が情報誌 S マガジン、もう一方の面は機内販売カタログ J カタログの両表紙になります。格付き感となり、 S マガジンでは毎号各界で活躍する有名人へのインタビュー記事や就航地域周辺の観光スポット紹介を掲載しますが、初回はジャパネット高田創業者の高田明氏を取り上げます。機内モニターではジャパネットが2022年3月に開局した BS 放送局 BS ジャパネクストの番組を放映し、旅、ゴルフ、クイズ、子ども向けなど11ジャンルの番組が視聴できるようになりました。また機内販売にはジャパネットが開発したモバイルオーダーシステムを導入し、従来は購入用紙に記入して客室乗務員に手渡すスタイルでしたが、新たなシステムではスマートフォンで機内誌の QR コードを読み込んで注文できる方式となり、飛行機を降りた後も24時間購入できます。はい、このニュースですが、昨年、スターフライヤーの株主として新たにジャパネット高田を運営しているジャパネットホールディングスと、まあ、提携をしたということで、この提携の会見、私も取材に行って、で、先日、まあ、都内でこのサービスのリニューアルの発表会あったんですけど、ちょっと私はあの別の仕事があって行けなかったんですけど、まあ、行った方からもちょっといろいろ話を聞きましたけど、はい、まあ、やっぱりジャパネットって今例えば BS の番組も今やってるんですよね、この BS ジャパンネクストと、はい、でそこで流しているものをもともと機内のモニターはあるので、はい、まあ、そこで流すということもやりますし、まあ、一番大きいのは、まあ、機内誌もそういった形でちょっと作り方を全部変えて、はい、であとそのジャパネット高田で販売しているものをこのスマートフォンで購入することができて、これを自宅まで運んでくれるというのがあるんですけど、はい、まあ、一番変わったのが、はい、原木の生ハムを機内で7万円で販売すると。で、それを7万円でモバイルで買って、でそれを家に届くという、なんかそういうのを、やるそうなんですけど、はい、なのでそういったところも含めて、はい、まあ、まさになんかちょっと今までの航空にない発想をやっぱりジャパネットが来ることによって、はい、できると思いますし、ね、まあね、ジャパネットっていうと、まあ、長崎の佐世保の、うん、まあ、もともとスタジオとかいろいろ倉庫とかありますけど、はい、ね、で今度、まあ、あのビファーレン長崎という J リーグの今 J2 のチームですけど、はい、今長崎駅前に大きいスタジアムと、まあ、複合施設とかも作ってて、もう、はい、かなりできてる感じですけど、もう少し次の年から多分、使えると思いますけど、はい、まあ、そういったものも含めて、うん、なんか面白いことをする会社と一緒にやっていくっていうのは、うん、スタグライドでも非常にいいのかなというふうに思います。はい、今後も楽しみですね。はい、はい、では続いてのニュースです。ジップエア、サンフランシスコ、マニラは夏休み前に就航へ。 JAL グループの中長距離国際線 LCC のジップエアは、今年の夏にも成田、サンフランシスコ線、マニラ線の運航を開始することを表明しました。繁忙期の需要獲得を見込み、
夏休み前にも運行開始を見込んでいます。現在のソウル、バンコク、シンガポール、ホノルル、ロサンゼルス、サンノゼに続いて7番目、8番目の就航地になりそうです。はい、このニュースなんですが、ジップエア、はい、この鳥チャンネルでも何回か取り上げているんですけど、今ソウル、バンコク、シンガポール、それからあと太平洋渡る意味で、ホノルル、ロサンゼルス、それからあとシリコンバレーがある、サンフランシスコの近くの、サンノゼがありますけど、はい、このもうサンノゼのすぐ近くのサンフランシスコに今年飛ぶということと、はい、あとフィリピンのマニラにも飛ぶということで、かなり需要があるところを狙っていくんですけど、はい、本当は報道ベースでいうと台湾に飛ばすんじゃないか、台北に行くというニュースが流れてたんですけど、ちょっと取材を進めてみると、はい、台北の桃園国際空港、街中に近い方にはちょっと離れた方の空港ですけど、はい、そこのなかなか発着枠も含めて準備が整わなくて、ちょっとまだ当面就航は無理かなっていう、状況のようで、はい、とりあえず次の就航地としてサンフランシスコと、マニラを選んだと。でやっぱり注目はサンフランシスコですね。これで、ロサンゼルス、サンノゼ、サンフランシスコあるので、はい、今その特に留学生とか片道でこれジップエアって買えるので、はい、片道で買いたい人がすごい便利なので、例えばニューヨークとか、フロリダとか、シカゴとか、はい、アメリカの行く場合においても、まずこのアメリカに到達するまで LCC に乗ってしまえば、あとはそのアメリカの国内線安いチケットもあるので、はい、そういう移動の仕方というのもありますので、そういった意味でこのジップエアの、就航は注目かなと。ね、ただちょっとボーイング787が少しボーイング社の工場の方で、はい、若干トラブルが今起こっていて、納入が今トップしているという、そうなんですね、3月の上旬現在ではあって、はい、ちょっとそれによって就航の時期変わるかもしれませんけど、この2路線今年注目かなというふうに思います。はい、ちょうど、ね、夏休みにも、ね、利用してくるんですね、そうですね、ということで、じゃあ今週のエアラインニュースでした、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。